では39話の後編はですねテクノロジーの役割についいててお話していきますテクノロジーの役割どんなものがあると思いますかそしてテクノロジーって一体何なんでしょうかはい、えー、まずねテクノロジーの役割として3つ私は挙げさせてもらいたいと思いますけども1つ目は手持ちのカードってお話を散々させてもらいましたけどもこの手持ちのカードをね進化させるんですよ まあ弱っちいカードが手元にあってもテクノロジーによよって強くなるんですよねもちろん全部に勝てるようなカードになるとは限りませんけどもとりあえずは今持ってるカードよりも良くなります次チップを量産します手持ちのチップが少ないと肝心な時にベットすることもできませんけどもテクノロジーの役割っていうのはね手元にあるチップをたくさん増やしてくれるわけですよこれはお得ですよねはい次ですすワイルドドカードが見つけやすくなります 絶対勝利のカードってのがトランプカードゲームにはあるんですけどもそのカードって一つのパックつまり一つのセットのカードに1枚か2枚しか入ってないんですよねでそれを持った方が大体勝っちゃうんですけどもそのカードをね見つけやすくなるんですよいやこれもだから手に入れたいでしょテクノロジーこの3つの役割があればもう十分このテクノロジーを手にしたいと思うはずなんですよ はい。そして、今手にすべきテクノロジー。具体的にテクノロジーって何なのと。何それと。わかりやすいように説明してよってことなんですけども、これですよ。簡単ですよ。IT のテクノロジーでしょ。IT が苦手だから、いつまで経ってもデジタルなことができずに、アナログな、本当にこうストックのできないような稼ぎ方をしなくてはならなくって、今日出勤したら今日の日頭。でも今日休んだら、はい、なしよってことになるわけですよ。IT テクノロジーってね、今日休んでいても、 なぜか収入になっちゃうんですよ。だから個人で億っていう金額が狙えるわけなんですよね。まああ、パソコン以外ないですよねってことですよ。もうお分かりでしょパソコンで稼ぐからたくさん稼げる。それを知ってるからここまでスライドを見ていただいてると思うんですよ。YouTube 使い倒してください。とりあえずパソコンで稼ぎたいんだったら YouTube を軸にする以外はありません。いまだに YouTube 使ってない人がいますけども、見るだけじゃダメですよ。 YouTube を見せる側になる側なわけですよはいちょっと休憩しましょうかあのカイジっていう漫画に遠藤さんっていうね消費者金融のおじさんが出てくるんですけどもこの人って結構ね主人公のクズ男カイジにいいこと言うんですよ例えばカイジがねいろいろと五卓を並べた時にこの遠藤さんはね真面目な顔でこう言うんですよもうカイジのね先生かお父さんみたいなその優しさですよね おい、カイジ、目を覚ましてねえのはおめえなんだよ。お前が目を覚まさなきゃダメだよね。人生変わんねえぞって言ってくれるわけなんですよ。ね。遠藤さんって、借金取りで敵のような感じなんですけども、なんか恩人のような仲間のようなね、敵のような味方のような存在でカイジを助けてくれて、私たち読者にもいろんなことを気づかしてくれるんですよ。でもね、私たちは気づかなくてはいけないんですよ。もう一つ。この上を言って。遠藤さん、 あんたはそういうふうにいろんないいこと言うけどなんで遠藤さんはその低愛グループにいてねそんな恵まれないところにいるんだよって話ですよだからねいくら教育を受けてもいくら情報があってもいくら判断能力があってもいくら行動力があってもこうなっちゃうってことなんですよだから報われない天才とか報われない努力家ってのは山ほどいるんですよねはいテクノロジーを手にしただけじゃダメだってこと 言いたくってさっきのコマを出しました。テクノロジーってのはね、結局自分の技術なんですよ。どのようにパソコンを扱えていくのか、どのように YouTube を扱っていくのか。もちろんパソコンや YouTube を使うことは必須なんですけども、それを自分がどのように使いこなしていくのか。昔から言いますけども、バカとハサミは使いよう。これどういう意味かっていうとね、バカな人だって使い方によっては、結果、 有能な結果を出せるってことなんですよ。天才も宝の持ち腐れにしちゃうこともあります。昔からこういう表現もあるんですよ。1頭の羊に率いられた100頭のライオン。1頭のライオンが率いる100頭の羊。戦ったらどっちの軍団が勝つでしょうということなんですけども、これは言うまでもないですよね。1頭のライオンが率いている100頭の羊の方が優秀なんですよ。 つまりはどんなものも使い方によっては害になってしまうんですよ。なぜこんなこと言うかまた分かってくると思いますよ。はい。パソコンとか IT テクノロジー、インターネット、こういったものは情報収集技術を圧倒的に高めてくれます。ね。でもこんなことよりも大事なことがあります。これよりも実は情報排除技術を あなたが身につけないと情報収集に優れたインターネットパソコンそういったものがね YouTube や TikTok があなたに無駄な情報とかゴミかすみたいな時間の無駄コミュニティのいざないを書いてくるわけですよだからね排除能力をあなたが持たなければこのパソコンとかインターネットっていう便利なものに食われてしまってまあ人生の時間はどん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 無駄にされてしまいます恐ろしいのは無駄じゃなくて有益だっていうふうに勘違いしながら その無駄活動をあなたが続けちゃうことなんですよ。ねはい。だからね、こうです。金にならないことはやらないマインドを持ってください。情報収集していても金にならないんだったらストップする。で、どうせ情報収集するんだったら、金になるように持っていく。そういうふうなマインド。マインドの次はテクノロジー。自分の技術ですよ。マインドを持ったんだったら、技術を身につけてくださいね。よろしいですか じゃ次いきますよ、はい。さらにですけどもちょっときついこと言いますよ金にならないことはやらないマインドをなぜ持てっていうかなんですけども特に恋人やご家庭をお持ちの方よく聞いてください家族は金を使うだけですあなたが死ぬ思いをして稼いできた金を簡単に使ってまだ足りないって言いますつまり漏れなくあなたの時間やお金を無駄にしてくれるんですよ ひどい言い方でしょでもね、家族みんなで稼いだら大富豪ですよ。でも、使う人と稼ぐ人が同居してるわけですから、なかなかたまんないです。心配しなくても金はたまんないです。なくなるばっかりです。だから、金にならないことはやらないマインドを持って、無駄な情報は排除してください。言い方悪いんですけども、無駄にしていいのは家族に対しての時間だけですよ。それだけでも精一杯です。 はいえ。そしてですね。この家族というお金を使うだけ、あなたに依存してくるだけの、その環境の維持のためだけに稼ぐということを、一言で言うと、養うということなんですよ。ね。養分を与えてあげてください。どん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 。そのためにはね、家族以外にかかってる時間ないですよ。まあ、浮気や不倫なんて全くする暇がないです。はい、えー。そしてこんなのがあります。私の好きなドラマで、 阿部宏さんの結婚できない男っていうのがあるんですけどもね、これパート2まであったわけですけども、今、アマゾンでも見れるんで、時間の無駄と知りながら見てってください。ええー、この中でね、主演の阿部宏さん、まあ、桑野さんという名前なんですけどもね、ええー、結婚は人生の三大不良再建だって言い放ってるんですよ。で、私の記憶が確かだったら、この三つを不良再建と言ってます。まずはね、まあ、家です。家族がいると、住みたくもない家に、 自分に必要のない間取りまで設定しなくてはいけない。場合によっては子供部屋とかがいる。住まいの環境を維持するのに、ほとんどの人は障害分の賃金を使うわけですよ。ね、住まい。それから、奥さん。これも不良債権だって言ってます。ね、まあ。奥さんは、あの、自分の力になってくれる面があるかもしれませんけども、その逆が大多数なんですよ。旦那さんを頼りに生きてますから、旦那さんが全てなんですよね。 もちろん、精神的にはそうじゃないっていう方が多いと思いますけれども、こういうふうな現実があるよってことを、このドラマの中で安部博さんが言われております。そして子供です。まあ子供を三大不良再建のうちに一つに入れちゃうのはね、非常に寂しいんですけども、これあくまでも、結婚をしないという理屈を持っている主人公の桑名さんの見解ですからね。私たちの見解とはちょっと違いますけども、冷静に独身主義を貫いている桑名さんの気持ちを、なるほどなっていう感じで見ていくと、確かに、 住まい、嫁、子供がなければ、自分で稼いだ分は自分で使える。自分の時間は全部時間のもの、自分のもの。いいことずくめだというふうにも見えますよね。じゃあなんで人は結婚するんでしょうね。うん。まあ、そのことについても、今日このスライドショーの中で私なりに答えていきます。はい、で、なぜね、私がコスパや効率を否定するのかっていうところなんですけどもで、そもそもコスパとか効率を求めてる人って、コスパ良くないし、効率良くないことばっかり、 見舞わ回れてるわけですよ。うん。だからね、他者の決めたコスパとか、他者の決めた効率ってのは、採用するに値しないと思ってるんですよね。はい。そして、コスパ重視だったら、先ほどお話したように、効率を求めるんだったらね、家族持てないじゃないですか。恋愛できないじゃないですか。コスパ悪いんだから。え、ね、でもなぜ家族を持つのかっていうと、やっぱそこには愛があるんじゃないですか。つまり、コスパや効率では語られないような、もう人間ではね、 えー、もう解釈不能理屈不要な愛ってものが根底にあるわけですよこの愛の前にはどんなものも抽象化されてもう正当化されちゃうわけですよ <laughs> だからね思うんですよもし愛があるんだったら金ぐらいいいの問題でくじけて欲しくないなと思います、うん、これはねお金を稼いで家族を養いたい恋愛をしてあの子をゲットしたい女の子にはお金を使っていきたいんだっていうふうに思う方には特に伝えたいです まあ子供たちも可愛いでしょ子供には金の糸目もなくやっぱ使ってあげたいじゃないですか選択肢広げてあげたいじゃないですか,だからそれがだから親ガチャのいい親ガチャだって言わせるようなねそこまでいけるわけなんですよでこんな現実もあります愛は金で買える確かになぁと金があれば愛情表現もたくさんできますようんこの現実はあります悲しいことかもしれませんけども現実ですだからこそ私はこう思います 自分だけの金で買えない愛をまあ自分の意思をかけて成立させるこれもビジネスによってもたらされた結果の一つになるんじゃないかなと思うんですよビジネスっていうのはお金のためにやるようであってやっぱりね自分なりの愛を成立させるためのその一つの支えとしてお金っていうものもいるんじゃないかなと思うんですよねまあお金とか体力とか精神力とか頭脳とか私は四つぐらいの支えが必要だと思いますテーブルに四本の足があるように 一本お金ってものがかけるとやっぱり傾きやすくなるんですよねそればかりか今言った4本のうち3本4本揃ってない人が多いんじゃないかなと思うんで <laughs> テーブルの下に足がなかったみたいな感じになりますんでねちょっと地べたを這いずり回るような文字通り格好になっちゃうかもしれませんはい最後にこの言葉を残したいと思いますあの YouTube がね全てを可能にするんですよで現実私もそうですし タカさんんもそうううだとというふうに確信してると思うんで,すよですんで40話はねぜひこの YouTube がどういうふうにタカさんや私もそうですけども私たちの人生を加速させてくれるのかワイルドカードを足りえるのかこのテクノロジーがね手持ちのカードを進化させて手持ちのチップを増やしてくれるそういうふうになっていくのかってところをタカさんにね 40話以降で少しずつお伝えいただけると幸いでございます。えー、それでは今回はスライドショー以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。